バスビー・ベイブスは、イングランドのサッカークラブ、マンチェスター・ユナイテッド FC において、1940年代後半から1950年代に、下部組織から昇格した選手の総称。名前の由来は、当時のトップチームの監督であったマット・バスビーより、バスビー・ベイブスの面々バスビー・ベイブスは単に才能、ある、若手選手というだけでなく、 皆、マンチェスターユナイテッドの下部組織で育成された、生え抜きであることが特筆される。20代前半の若手選手たちで構成された、バスビー・ベイブスは1955、56.1956 19 56、57シーズンのリーグ連覇を達成した。しかし、1958年2月のミューン編の悲劇により、ダンカン・エドワーズを、はじめ8人の選手が死亡。 二名が再起不能になる大打撃を受けた。それでもボビー・チャールトン、デニス・バイオレット、ビルフ・フォルケスラ悲劇を生き延びた選手たちによってチームが再建された。1950年代末から1960年代初頭にかけてバスビー・ベーブスの多くはチームを離れた。そして1969年にマット・バスビーが 引退し、バスビーベイブスは終わりを告げた。ありがとうございます。